今回は赤い梅を描きます。まず赤い岩彩をたっぷり溶かして花を描いていきます。梅の花は桜の花びらのように柄が伸びてないので枝に直接花がついていくイメージでやっていきましょう。このライン上に花がついていく形になります。そしたらたっぷりの絵の具を含ませて上からちょんと落とすだけ、ちょん、これを5つ並べていきます。これを鉛筆の枝のライン上に描いていきます。つぼみもあるのでここら辺には1個だけちょん、枝先なんかはちょんちょんちょんと。次は墨です。墨をたっぷりの水で薄めて淡墨を作ります。よく筆の水を切って平らにした片側にちょっとだけ濃墨を取ります。ライン上に線を入れていきます。そしたらこの枝のところにちょんをちょっと書き入れて梅の花の中心に丸を書いて花火が上がってるようにちょんちょんちょんと点を入れていきます。そして最後にこのちょんちょんと中心の線を結んでいきます。はい、紅梅の完成です。うまく描けたでしょうか。またお越しやす。